いや、焦ったわ。なんか配信が急にできなくなっちゃってさ、運営さんに問い合わせたけど、生活保護者より覚醒剤の方がやばい。比べる問題が違くないか。うん。生ポの話ですかね。そうですね、生活保護の話になると思います。ちょっとタイムリーな話題なんで。はい、こんばんは。どうもどうも。のんたん夕飯、いやいや、夕飯はもう食べた。二人で洗っ、お皿洗ってくれてる感じ。うん、すいません、途中で配信切れちゃって。よいしょ。あんたたち行くわよ。KP。KP。のんたんよく洗ってくれるよ。うん。のんたんのケツ見える？あ、ほんとに？うん。KP。あ、ギリギリ映ってるんだ。うん。あ、のんたんのプリッケツが見える。うん。はい、ワード2。本当だ。なんだよ、うなちゃんマン引退したの？うん。ね。さっきギリギリ見たらもうなんか、もうやめるわみたいな感じで。エンディング1分ぐらい見えたね。のんたんお尻小さい。全部小さいよ。うん。全部小さい。パコいらっしゃい。ちゃんまん引退しちゃったね。なんだろうね。あ、もう嫌になったのかな。14年も配信してるんだね。生活保護者は何気に身辺調査されてる。身辺調査がどういうことを指すのかにもよると思うけど、身辺調査は必ずするよ。普通に公にするよ。説明される。身辺調査は必ず入る。密かにやったりしないよ。で、そりゃそうじゃん。なんかガチっぽかったね、引退ね。いや、俺も全然放送見れてないからわかんないんだけどさ。ちゃんま引退したよ。さっきの枠で。アクティブ3000人とかになってたけど。14年も放送やってんだね。すごいよな。レジェンドがいなくなったね。まあ、他の人の配信にも絶対映らないって言ったよね。もう、コラボもしないし、他の配信にも映りたくないって。引退理由言ってなかったんだ。何なんだろう。気になるね。なんかでも、揉めてなかった誰かと。誰かと揉めてたよね。それが原因なんじゃないのかな。はい、ワード2。いや、ちゃんまんの放送みんな好きでしょ。うん。ちゃんまんの放送なくなったら困るよね。梅昆布茶いらっしゃい。ぬしさん、ふわっちやってる闇将軍って人は LINE でちょめちょめしたいとか送ってくるんで気をつけてください。お願いします。ぬしさんのリスナーも気をつけてください。いや、知ってるよみんな。うん。エロイプ要求してくるとか有名じゃん。うん。みんな知ってる。みんな知ってる。
何梅昆布茶何闇将軍にエロイプしようって言われたの。いやそんなの有名だよ。このここのリスナーなら全員知ってるよ。何を今更だよ。そうだよ有名だよ、うん、マジだよ。だって俺ののんちゃんね闇将軍と連絡取ってるもんね、うん、うちののんちゃん闇将軍のリスナーで有名だよ。子さんだよ、うん、だからねのんちゃんが俺と付き合うっていう風なことコメントで書いたら闇将軍がっかりしてんの。和道さんの彼氏になりましたってのんちゃんコメント打った瞬間闇将軍こんな顔しょぼーんって顔してたもん、うん、ちなみにみーくんって知ってますか。だって、うん、ノーコメントです。はい和道2いらっしゃい。あ、漫画肉いらないよ。漫画肉もう100個集めたから俺。知らない。ミー君って私のこと知ってる？だって。ミー君って人は。うん、最近の和土、あの、闇将軍でしょ。和土将軍って誰だよ。最近の闇将軍リスナーなんじゃ、うん、ハートプレゼントありがとう。いつもありがとうね。ハートプレゼントありがとう。はい、ワード2、バーガーありがとう。梅昆布茶って今名前でやってんのがミーくんっていうジンギスカンの元カノ。へぇー。ジンギスカンと付き合ってたんだ。笑わないの。すげえな、じゃねえよ。今本人がコメント打ってんだからやめなさいよ。彼女爆笑してます。ジンギスカンと付き合ってるってなかなかだよね、うん、すげえな。闇が深いな。闇将軍とジンギスカンが穴兄弟なんだ、下手者食いだな、うん、まあいいけど別に人の恋愛に口出すつもりないよ、うんうん、好きにしてください。別に僕には何の被害もないんで人の恋愛に首突っ込むつもりも全くないんで別に誰と付き合おうがね幸せになってください。はい、ていうかさ、さっきさ、レッツノートの内蔵カメラで放送したんだけど、めちゃめちゃ画質良かったね。びっくりしたんだけど。超画質良くなかった？さっきの配信。今、内蔵カメラであのレベルなのかよ。じゃあできるな。やばいよね。ていうか別に内蔵カメラで放送、あ、そうでもねえな。そこまで画質良くねえわ。そうでもないわ。うん、まあまあ良かったけど、うん、いやもうていうか闇将軍と付き合い俺めっちゃ長いから、あの俺に闇将軍のことこういう人ですよって言わなくても分かるわ。あのニコ生からニコ生引退に追い込んだの俺だから。闇将軍をニコ生から引退させたの俺だの。俺の方が古い。絶対闇将軍のこと俺の方が知ってる。うん、コラボも2、3回したことあるし。うん。絶対俺の方が詳しいよ。え？仲良しではねえけど。
市役所の結果は、日付はまだ確定してないの。だけど、抜ける方向で話し合いが進みました。俺嫌いだよ。闇処分大嫌いだよ。うん。嫌い。クズだと思ってる。本当に人間のクズだと思ってるから嫌いですね。はい。うん、嫌いです。うん、まあ、嫌いに決まってるじゃんっていうレベルだね。即答で嫌いだね。食い気味で嫌いです。じゃあ、さっきできなかったんで、新しいフォロワーさん紹介します。今日フォローしてくれた新しいフォロワーさん。164さん、MNP さん、プレミアム天下さん、はじめちゃんさん、めぐりや本舗さん、ピーポルさん、リカさん、うんうんさん、うんぱぱさん、フォローありがとうございます。失礼します。私も嫌いです。失礼します。失礼しますって何？もう放送見んのやめんの。全然意味がわかんなかったけど。さよなら。私もです。私も嫌いってことかな。なんかあれだな。今日のリスナーさん、日本語が不自由な人多いな。日本語が不自由な人ばっかりだな。大丈夫か？減らってんのかみんな。減らってんのか。あー、ココありがとう。よろしく。闇っちから来たのかな人かね。うん。闇っちから。はい、若津いらっしゃい。小宇宙いらっしゃい。うん。ヘラヘラヘラニーよ。うん。さっき160人ぐらい来てたけどね、人。だいぶ減ったね。新しいフォロワーさん紹介します。コッコさんいらっしゃい。あ、じゃあ、コッコさんフォローありがとうございます。ダメだな、今日。今日俺も減らってんのかな。俺も日本語が不自由だ、今日。うん。今日全員調子悪いな。リスナーも、ワドも調子悪いな。おかしいな、今日な。変だな。まあ、そんな日もあるか。こんばんは、風船ありがとう。いや、緊張したからね。だってさ、生活保護を受けるのも緊張するけど、抜けるのも緊張するよ。うん。ただね、市役所でね、バン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 怒鳴り合ったおばちゃんがね、ワド君島津君頑張ったねって。いや、今の部屋の明るさじゃ寝ない。だから布かけてあげるのがいいと思うよ。朝ちゃんと起きる人だったら布かけてあげて、で、太陽に当ててあげるといいと思う。うん。あと、寒い国で文鳥飼ったらダメね。寒さにすげえ弱いから。もともと東南アジアの鳥だから、湿度と、気温を上げてあげないと、凍えて死んじゃうよ。うん。ゼリーさん文鳥飼い始めたんだって。え、なに？ゼリーさんが文鳥飼おうかなと思った理由、釈迦なの、やっぱり。釈迦から来たの。釈迦見て可愛いなって。なんだよ、釈迦釈迦言ってるからピッ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 うるせえわ。ちょっと釈迦出してあげて。はい、ワドツー、ゴルゴさんいらっしゃい。あ、そうなんだ。可愛いよね。白文鳥だったら釈迦みたいに真っ白になるから。多分、白になるって言ってたから、ヒナから飼ってるでしょ。なんかこう、なんか汚い色してる。うんこ色みたいにしてるぞ。釈迦来ない？嘘、どこいんの？ええー、珍しい。釈迦が出てこない。珍しい。ビビってんの。いや、手入れてあげなよ。手入れて、その、足元までやってあげないと。上の方まで。ぐーって。そしたら乗るから。もっと上、もっと上。ギリギリまで上に乗せてあげたら乗るから。うん。釈迦おいで。釈迦。
来た。楽しい？調子はどう？釈迦。大きいスライムここにあるね。ビビって逃げた。釈迦ビビリだからさ。オスかメスかいつ頃分かりますかね。1ヶ月3ヶ月ぐらいで羽の抜け替わりが始まるんですよ。だからその頃にようやく分かるか分かんないか。だいたい飼い始めて生まれてから半年から1年ぐらいで分かると思ってください。あのね、さえずりを始めたらオス。あの変な鳴き方するんですよ。チュン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 みたいな、なんかトゥトゥルトゥ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 みたいな、なんかこう歌を歌い始めたオス確定で、あとね、こうくちばしの方がねでかいんですよ。上にこうもっこり丸くなるの。くちばしがでかくて丸くなって赤みが強かったらオス。ただね、文鳥はヒナの時オスとメス見分けらんなくて有名だから。釈迦はメス。あとね、オスの場合ダンスするよ。ダンスと踊りをしたらオスで、釈迦みたいにくちばしがシャープな場合はこれメス。くちばしが盛り上がってなくてちょっと薄いピンクで、うん、うん、これはメスね。で、あれだよ、ヒナのうちに手のひら乗せないとこういう風に手乗り文鳥にはならないから、手のひらにその餌を乗っけて手のひらの上食べさせてあげた方がいい。でも手のひら怖くないっていうのを子供の頃わかんないから、子供の頃から慣れること。あと子供の頃は強く噛む癖があるから怒らないこと。俺一回子供の頃釈迦のこと怒って叩いたことあったの。叩いたつうか、痛えっつってぶん投げちゃったことがあって、それ以来1年間ぐらい関係が戻らなかった。釈迦。一回覗いたけど、ふわっちはある意味初見です。あ、ありがとう、3匹の猫さん。コメントありがとうね。アイテムはありがとう。楽しんでってください。痛い痛い痛い。なんで怒って、痛いよ。なんで怒ってんだよ。うん。うわ、めっちゃ怒ってるわ。プルルって言ってる。うるさいよ。なんで怒ってんだよ。ありがとう、ゼリーさん。1回、2回、3回、4回。はい、5回。なんだよ、喧嘩したり。なんで怒ってんの？うん。手のひらに乗せて、餌食べさせてれば絶対に懐くから。そう。釈迦って今3歳かな？どうしたの今日は。釈迦は3歳ですね。この子3歳。7歳ぐらいまで生きるって言われてるね。長い子だと10歳とか。うん。うん。呼んでるよ、のんたんが。のんたん呼んでるから言っといて。いいよ。文鳥は可愛いですよ。のんたんと遊んでおいでよ、釈迦。釈迦？パソコン大好きだな、お前な。キーボードの上ばっかりじゃん。はい、こんばんは。のぞみさんいらっしゃい。楽しんでて。まあ、さっきも話した通り、生活保護は抜ける方向で考えてるんで、もう区役所にもその意思は伝えたんで、あとは調整だけです。そしたら、旅配信始まるんで。新しいフォロワーさん紹介します。3匹の猫さん、フォローありがとう。性別は飼ってからのお楽しみなんだね。釈迦ちゃんに、あ、釈迦ちゃんにハートありがとう。そうなんだよ。
性別選べないんだよ。うん。プロのブリーダーでも選べないっていう感じ。そうだね。もう15万は最低切らないように毎月頑張んないとって感じかな。うん、どうしたどうした今日元気だな。今日元気だね。じゃあ。あー、そっか。そうだそうだ。あれだ、停電で寝てたんだ。うん、寝起きだ、うん。ありがとう。もう手から離れない、ベタベタで。でもこれくらいになったら海外があるって感じでしょ。釈迦はちなみに懐きまくってる方だから。うん。文鳥飼ってる人もびっくりするぐらい懐いてるから。こういう風にしたかったら、もう今のうちにコミュニケーション取るしかない。子供のうちから。釈迦？釈迦ね、あれ、なんだっけな、川崎洋平とサノッチは大嫌いだったね。サノッチ見たら、クラーってずっと言って、威嚇してたから。川崎洋平も嫌いだったんだ。あの二人が大嫌いの。なんでかはわかんないんだけど、うん。それ以外は基本的に懐いてるかな。うん、結構人懐っこい方だね、うん。ただあれだな、のんたんが一番懐いてるかな。やっぱ可愛がってるから。ごめん、音楽聞いてるからのんたんの声聞こえない。何？あ、本当に本当に。可愛がって、だからのんたんはあれじゃん、そんなに懐いてなかったじゃん、最初の頃。そう。いや、洋平くんと、洋平くんと同じぐらいの対応かな。サノッチには切れてたけど。うん、だから、そっから一番仲良くなったのは、あれだよ。だって、石野もここ1ヶ月間ぐらい住んでたけど、そんな懐かなかったし。のんたんが一番、俺より懐いてんじゃん、今。だって言うこと聞くじゃん。うん、なんか、移動しねえわ、そっち側に。うん。うめえ。ああ、今日肩めっちゃ痛えわ。のんたん来てくれてすげえ助かる。え？ごめん。あ、俺放送やってる時音楽かけてるから聞こえないんだ。何？うん、そう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 、うん、え、何何いいなあ。あっちの方が Z 強いんだよね、うん、そう、左の方弱いよね Z。あ、浮き風呂？あれよくわかんないよね。うん。本とかよ。いや、だって俺は、だからこの音楽かけてんのよ。この音楽かけてて、後ろでヘッドホンつけてて、ゴニョゴニョ言われても何言ってるかわかんない。これでさえさ、もう遮音性高いから、外で何言ってるかわかんないのにさ、これに音楽かけてるわけよ。絶対聞こえるわけないじゃん。それ飲んだん声小さいの？ゴニョゴニョ喋るから、なんかボソボソボソって放送してんだぞ、こっちは、みたいな。うん、考えろやっていう。配信環境ね、リスナーさんとは違うからね、聞こえてる音が。ごめん、社会やっぱ戻して。こっち側来ちゃう。放送の邪魔になるわ。うん、いよいよ生活保護抜けるか。いよいよだな。いよいよだね。ネタが一つ切れるな。消えるな。てか今日ほんと喋り調子悪いな、俺。うん。いや、頑張ったよね。え、これはさすがにね、どんな人でも認めてくれるっしょ。いや、頑張ってるって言ってくれるでしょ。いや、安定収入とはやっぱ見れないって言われた。だから、二つ抜ける方法を教えてもらったね。いや、怖いよ。逆に言ったら怖さがなくなったらプロじゃないと思う。多分ね、どんなに100万稼いでる人でも怖いと思うよ。やっぱり。だって、さっきね、放送できない時超焦ってたでしょ、俺。のんたん。焦るよ。うん。
生命線だし、どんな人でも怖いと思うよ。配信で食ってってる人は。怖さがなくなったらだらけてるってことだから。はい、ワード2、イブハートありがとう。怖いですよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。フォロー、もし面白かったらでいいんでフォローしてください。チッシュさんいらっしゃい。うん。いや、配信命っていうか、なんか責任が伴うじゃん、やっぱり。その、食ってかないとっていう。そんな感じ？カトゥン、お帰り。なんつうんだろうな。本当に、なんて言ったらいいんだろう。うん。なんか、その、怖さはあるよね。ほら、干された時の、ね、干された時の怖さ知ってるから、二度とね、あんな、干されるような環境になりたくないし。うん。そこは頑張ってかないとね。配信しかないからね、俺には。配信以外ないでしょ。まともにサラリーマンで食っていく気もないし、今後。残りの人生。中さん、漫画肉ありがとう。俺には他に道ないもん。はい、また来てね。いってらっしゃい。今日がラストか。アイテムの締め日か。作業所はやめようと思ってるね。生活保護抜けて安定したらやめようと思ってる。うん、生活保護やめる相談をしたのよ。で、もうやめる方向性で話し合って、で、やめる方法が2つあるっていうことで、で、その2つの方法を協議してる感じかな、今は。うん。抜けるのは来年になる、どちらにしても。なんでかっていうと、18万のお金が入ってくるのが来年だから。今月じゃないから。漫画2個ありがとう。だから2、3ヶ月先の話だよね。ただ抜けるためにはもう動いてるね。うん。やめるやめますっていう話じゃないから。うん。ま、あ、町田いらっしゃい。た、お帰り。今日、能年見たよ、能。能見たよ、生で。すげえ美人だったよ。芸能人オーラパダかったよ。半端じゃなかった。やっぱ芸能人って顔の作りが違うっていうか、あれだな。芸能界入る人違うね、やっぱ。美人だったよ。旅資金貯まりました。いや、だから、アイテムって急に現金化できるわけじゃないから、今手元に18万あるわけじゃないよ。うん。違う違う。芸能人顔、すごい小さかったね。うん。すごい。顔の、そう、骨格が違うって言ったらいいのかな。うん。すごい顔小さかった。佐野はなんで引退したの？俺その放送ほとんど見れてなくて、後半の枠切る1分前しか見てないからわかんないな。生活保護やめるよ。うん。約束通り。やめるのはもうほぼ確定。あとはやめ方の問題だね。どうやってやめるのかっていう。うん。どうやってやめようかなっていう話です。うん。
抜け方がいっぱいあるんですよ。やめ方あるよ。あるあるある。ただ受けたことないと分かんないと思うけど、生活保護ってなんかやめますって言ったらやめられる制度じゃないから、うん。収入認定っつって、収入とか仕事とか、例えば病気とか、うん。医療費とかの関係とかいろいろあるのよ。だから、そう、簡単に抜けるっていうわけじゃないよ。うん。生活を保護するわけだから、うん、その人の。で、生活保護するってことは理由があって保護するわけだから。うん。だから障害持ってる人もいればさ、例えばさ、みんなが市役所で、メンヘラ脱するじゃん、相手が。精神病で、軽い知的障害でメンヘラ脱するじゃん。僕は抜けます。もう生活保護やめたいですって言ってもさ、いや、ちょっと待てよってなるでしょ。ちょっと待てよって。お前どうやって食ってくんだって話になるでしょ。もし再開するとしたらできる。生活保護はどんな人でも受けることができるから、再開とかじゃなくて申請をし直せば誰でも、そう、受ける権利があるの。だから、受けるか受けないかは、書類を出すか出さないかは全国民次第って感じよ。国民次第。うん。キムタクだね。うん。ちょ、待てよってなる。キムタクでしょ。うん。うん。そう、だからみんなが考えてる制度じゃないんだよ。僕も難しいのかな？抜ける気があるかどうかじゃん？わかんないけど。薬とか無料なんだよね。民剤を安く譲ってくれないかな。薬事法違反だわ。そこまでバカじゃねえわ、俺。ロハコさんじゃねえんだから。ワイタマさん、これ飲むと眠れますよって放送で言って、弾幕のように薬事法違反、薬事法違反って流れたから。怖いよ。ロハコさん、ダメだよ、それ。いや、捕まるよって言って。うん。うん。うん、危ねえよな。医療費はタダだから、薬はタダだね、原則。だから昔あった話だと、生活保護を、区の管轄、縦割りって言って、市役所がデータ共有できてない時代に、横浜で生活保護受けて、新宿で生活保護受けて、千葉で生活保護受けてっていう、やってるやつがいて、月30、14万ぐらいもらえるわけじゃん。月13万か。で、3つの区でもらってるから30何万もらってて、で、さらに、なんつうの、病院行きまくって、毎日病院いろんなところ点々と10店舗ぐらい行って、民剤手に入れまくって、それを闇市で流して、もうなんか50万ぐらいの生活してるやつとかいたらしい。それが不正受給よね。星さんこんばんは。それが不正受給ってやつ。生活保護受けてるイコール不正受給じゃないから。わかりやすいでしょ。うん。あとは、まあ、よく言われてんのが、歌舞伎町にいる、まあ、とある界隈の飲み屋で働いてる人たちは、生活保護みんな受給してて、で、バーでアルバイト、要は現金商売やってたらバレないじゃん。それで不正受給してるっていう。まあ、どの業界かは言わないけど。それは結構有名。要は、不正受給ってどういう場合に発生するかっていうと、働いてるとか収入があるのに生活保護を受けていて、しかも収入申告をしていなくて、所得隠しをしてるのが生活保護の不正受給なのよ。だから不正受給の意味も分かってないで不正受給って言ってるやつ多すぎるんだよ。だから全ての国民を保護する憲法なんだから、全ての国民は別に、生活保護を受けていいんだよ。それがなんで不正受給になるのか分かってないんだよね。だから生活保護制度を正しく利用するのは別に国民としての権利だから使っていいんだよ。
よく働ける働けないとかわけのわかんない議論してるやついるけど、働けるか働けないかは関係ないの、生活保護的には。だから制度が広まってないんだよ。制度のちゃんとした理解が広まってないから誤解を受けてるから変な偏見が生まれるんだよ。ではね、生活保護が羨ましいって言われてる、それだけ、貧乏な日本の方がおかしいと思うよ。先進国なのに。働いてるよりも、これね、普通生活保護に絶対なりたくないっていう人が多いんだよ。どの国でも。でも、働くよりも生活保護の方がいい生活できちゃってるのがおかしいし、働いてても、だからワーキングプアの問題と連動してるのに、日本人ってバカだからそこまで議論にならないんだよね。うん。言うと命狙われないと、うん、命狙われるんじゃなくて叩かれるんだよ、うん、俺みたいに。だから本当のこと言うと耳が痛い人がいるんでしょ、うん、それくらい国がボロボロになってると俺は思ってるけどな。働くのがバカらしい世の中を作っちゃってるんだもん、うん、だから生活保護が利権みたいになってるからね。ガチャヒロさんこんばんは。おかしいよね。制度設計がおかしいと思ってるね、俺は。生活保護は別に今の金額でいいと思ってるけど、その最低時給とかを上げて、働いたらより豊かな生活ができるようにしないと、若い人は働かないと思ってる。手取りで25万超えないと無理でしょ。バイトでも手取りで25超えるぐらいになんないと。そう思わない。8時間も働いてんだから。時給換算するとどれくらいなのかな。時給換算するとですね、25万円、25万円割る22日営業日割る、8時間勤務は1420円。最低時給やっぱ1500円ぐらいにしないとダメだね。しかもこれあれだからね、手取りの金額じゃないからね。だから最低時給1500円にすべきだよ、うん、なんか若者をいじめるのが大好きだからね、日本人は。若いやつの将来を奪うのが大好きなの。俺今1日1万8000円だけど、やりたいことしたいから貧乏になる。1日1万8000円は貧乏じゃなくない？別に、うん、1日1万8000円稼いでたら富裕層だと思うけど、うん、勝ち組でしょ。全然勝ち組だと思うよ。まあ、年齢にもよるか。日当1万8000円で22日稼働だとして、3、40万稼げてる？ 30 万以上稼いでるでしょ。1万8000円かける22は40万ぐらいでしょ。まあ稼いでるでしょ。勝ち組でしょ。したいことは今から。ああ。全然普通に中流階級っていうか、全然普通に勝ち組な方だと思うよ。今からまあしたいことするんならな。あ、それを蹴るんだ。後悔するなよ、ゼリーさん。超リスクだと思うよ。ぶっちゃけ今勝ち組だと思うけど、それを蹴るって、で元に戻れるとは限らないからね。別に酒飲んでも全然いいでしょう。うん。生ポは酒飲んでいいんだよ、全然。東京はね、結構高くて、932円かな。玉金がかゆい。おー、書きなよ。うん。好きなだけ書きな。応援するよ。したいことがしたい。まあ、俺も同意見だな。うん。俺も、ね、配信選んだからな、貧乏になっても。
好きなことで金稼ぐのが一番楽しいよね。全く同意見だね。ただ人には勧めないけどね。やっぱ稼いでる人に配信で稼げるよとか言わない。基本的にはね、リスナーさんにも俺も配信者になって稼ぎたいって言うけど、やめとけって言うもん。ありがとう、のぞみさん。絶対進めない。ハートプレゼントありがとう。はい、こんばんは。ドローンさんいらっしゃい。我、ただ足を切る。ふわっち初見ですね。地方省さんいらっしゃい。ありがとう、コメント。楽しんでて。面白かったらフォローしてください。派遣は反対かな、俺。うん。派遣とか、だから派遣とかバイトとか女性の社会進出とか全部反対かな。うん。あの、日本をダメにしたのはそれだと思ってるから。ああ、金玉書いてたね、無意識で。ほう、無意識だったわ。金玉書いてたね、今ね。うん。無意識だったわ。洗脳って怖えな。リスナーのコメントで動かされたわ。洗脳されてたわ。コメント書かれるまで分かんなかった。うん、でもパソナの南部さんと一緒に飯食ったことあるかんな俺。俺が悪いって言ってるさ、竹中平蔵制作の仕掛け人だからね。竹中平蔵今パソナの社長だし、うん、その派遣業界のボスドンと飯食ったことあるから俺。うん、ナマポのことになると近所の目が痛いってことなかった？いや、そんなの気にしてたら、そんなの気になんないよ。だってもっともっと辛い時期あったもん、人生で。ホームレスやってた頃なんかさ、あの、ね、漫画喫茶の若い女の店員が笑ってるような気がしてさ、そっちの方が惨めだったよ。だからそんなのに比べたらね、全然ね、別に周りに 何言われようか、全然平気だよ。全然平気。っていうかね、生活保護の人が住めるエリアって安いアパートじゃん。だから実はこの2階に住んでるおっちゃんも生活保護なんだよ。だからね、生活保護の人ってたまるんだよ。もう住めるエリアが限られてくるから。だいたいわかるよ。あ、この辺の住宅街生活保護のエリアだなとか、あ、この家生活保護だなって。不動産屋見たらわかるよ。東京は特にわかりやすい。新宿なんてさ、ワンルームのアパートで12万ぐらいするんだよ、この辺って。で、ここだけ6万円なんだよ。あ、ここ生活保護向けの物件だなってわかるの。まあ、隣は働いてるけどね。だいたい生活保護かどうか見抜けるね。うん。ちょっと会話しただけで。あ、この人生ポだなって。生主もわかるもん。あ、こいつ生ポだわって。言ってなくてもわかるね。でも若い生活保護者増えてるね、最近ね。20、30代の。生ポノカトリッパグレ、生ポノカトリッパグレないから、そうそうそう、生活保護向けの物件っていうのが流行ってた時期があるんだよ。家賃滞納ないじゃん。市役所が払ってくれるんだから、国が払ってくれるんだから。いや、田舎の方はね、生活保護費は、1万4000円ぐらいなのか、3万4000円ぐらいかな。だから、成田とかで生活保護だと3万5000円ぐらいの物件のアパートがあったら、ああ、生ポ向けに作ってるなってわかる。田舎では6万円もらえない。支給がされないの。だから一回り下の値段だね。うん。だいたい4、5万で借りれるところで4万5000円ぐらいの安アパートってあるじゃん。狭い。あ、生ポ向け物件だなってすぐわかる。生ポは住宅の費用が3段階に分かれてんの。で、東京23区だとだいたいマックスの5万6300円かな。あ、5万3700円だ。5万3700円以下の物件っていうのは生ポ向け物件だから。
リンリンさんいらっしゃい、コメントありがとう。楽しんでってください。ワードです。面白かったらフォローしてください。首痛いな今日、体調悪いわ。まああと2日で来月始まるから、来月どれだけ稼げるかだな。みーさんこんばんは。来月は20万超えたいね。12月は20万超えたらもうバンバン台でしょ。もう50万超えたらいい生活できるね、うん、まあ生活保護は覚えておくといいと思うよ、うん、途中から閲覧させていただいたので、なぜこのような枠取られたのですか。ですね、あ、そっか、初見さんだからわかんないか。もともと僕は4年前ホームレスになって生活保護を受けました。で、生活保護を受けてる間、生主を始めました。で、生主を始めて今3年半経つんだけど、生放送でずっと仕事にしたいっていうことを言い続けて、ようやく今月、18万円稼げるようになりました。で、リスナーさんとの約束で、18万稼いだら、日本中を旅する配信者になる。旅人になるっていうふうなことを言ってて。で、旅配信をするためには生活保護抜けないといけないと。だから18万、15万以上稼ぐっていうのと生活保護抜けるっていうのを旅配信するっていうのはセットになってた。で、まあ今月15万を超えて18万稼いだから、まあ約束通り市役所に収入申告って言って、いくら稼ぎましたよっていう報告を兼ねて、なんつうんだろうな、生活保護を抜ける段取りをしてきましたよっていう報告をしたと。で、まあ生活保護に関する質問が多かったから、生活保護を徹底的に解説する枠っていうのを開くよって言ったので、なぜか質問が来ない。今ここです。なぜか質問が来ない。今ここ。安定を取りたくない。夢を追って離婚したんだよ。あ、離婚したんだったらいいんじゃない。うん、そうそう、女子供いないんだったら好きなことやるべきだよ。講義では生活保護を受給しながら旅をしても問題ないのではないですか。あ、講義ではっていうか、法律上旅をしても全く問題ないですね。ただ生活保護受給中に1ヶ月半旅をしたことがあって、くっそ怒られたんですよ。で、もう僕テレビで西村博之っていう2チャンネルの創設者の人と、区議会議員、都議会議員か、東京都の議員さんが生ポになってバトルをテレビでしたことがあるんですよ。で、僕の話題が出たんですよ。要は、その、生活保護を受けてるのに、ニコニコ生放送とかで、その、配信をやって稼いでるやつがいると。これは問題だっていうのを都議が西村博之にぶつけたら、そいつめちゃめちゃ賢いから、そんな頭いい一人のために法律変えるのは馬鹿らしいって言って、俺のことかばってくれたんですよ、博之は。それくらいなんか、そう、生活保護配信者として有名なの。テレビとかにでも取り上げて、慣れて、例題とかで。そう、それくらい揉めてるのよ、俺の配信って。だから、まあ、生活保護抜けましたよ、っていう感じです。旅をしてる時、ああ、家賃はね、いや、それで今迷ってる感じかな。家を解約しようと思ってんの。うん、ここ6万円かかってるから、だからどうしようかな、っていう感じかな。風船プレゼントありがとう、マスターキー。それで今考えてる感じかな。いつ抜けるのかっていうのと、家をどうするのか、あと荷物とペットをどうするのか。今日 YouTube で和道さんの丸坊主見たんですけど、イメージ違いすぎますね。あれ、便所太郎さんにやられたんだよ、うん、ツイキャスに、ニコ生からツイキャスに移動した時に、なんか丸坊主にしたら売れるよとか、わけのわかんないこと言われて、じゃあ売れるんなら坊主にしようって。全然売れなかったよ。いやいやいや、俺13万の生活保護費で家賃6万円払ってたよ、ずっと、うん、丸森さんいらっしゃい、こんばんは。はじめまして、コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。うん、畑中さん見た？それ抜けてから所得税とか住民税出てきますか？抜けたら払わないといけないね。うん、今までの分をまとめて払えじゃなくて、住民税とか所得税とかを払うようになってくださいっていう質問。全然どうぞ。うん、うん、無理でしょう、きついよね。まあまあ、生活保護は最低限度の生活だから、うん、もしツイッターやってる人いたらフォローしてください。 YouTube もやってるんで、 YouTube のチャンネル登録もお願いします。
キャス来た時に閲覧すごかったのにね。キャスはでもアクティブ50ぐらいだったよ、閲覧。うん、マックス50ぐらいだった。詳しくはないのですが、生活保護法、生活保護は細分化すると8通りくらいの女性の字が違うね。女性があるような気がします。住宅補助のみ辞退するのは可能なのですか？できます。はい、すごい詳しい人ですね。地方省さん。正解です。生活保護って一括りにいくらもらえるのってみんな言ってるけど、実はこの人が言ってるのが正しくて、生活保護の中には8通りあって、なりわい扶助。学校補助とか、あと、引っ越しをするときの費用とか、食事代とか、細かく細分化されてんの。で、実はみんな知らないかもしれないけど、自営業を助けるために生活保護プラスでもらえるんだよ。知らなかったでしょ。要は仕入れ代とか、店舗の家賃とかを払うための生活保護もあるんだよ。だからこんなのも知らないで、生活保護は自営業ダメでしょとか言ってんだよ。400ぐらい同時閲覧あった時見たよ。あ、たまたまだよ、それ。瞬間風速。それはたまたま。ま、で、知らないでしょ？なりわい扶助っていうの。生活保護なりわい扶助で検索してごらん。あとは、メガネ代も出るし、スーツ代も出るし。出る項目いっぱいあるんだよ。あ、5時全然いいよ。昔生活保護の人に財布盗まれた。生活保護イコール泥棒ではないからな。それってさ、私韓国人に昔財布盗まれた。だから韓国人は全員嫌いみたいな。それって別に韓国人全体の問題ではなくて、その韓国人、そいつがたまたま悪者だっただけだからっていう、生活保護の人にっていう。例えば学生に財布盗まれたって言って、学生全員が悪いわけではないじゃん。それはちょっと語弊あると思うけど。めちゃめちゃ批判されたけど、最近誤解が解けてきたって感じかな。まあそういうことちゃうかもしんないけど、自営業で取れるってイメージできない、自営業で取れるってイメージできないんですが、だから法律を知らないだけなんだよ。だから法律とか憲法っていうのは弱い人を守るための制度じゃなくて、知ってる人を守るための制度の。日本っていうのは申告をしなければ何もサービスが受け取れないように官僚が頭よく作ってるから、税金はひたすら無限にいろんなところから取るんだけど、消費税とかガソリン税、タバコ税とかって知らん、絶対取れるようにしてるでしょ。だから徴収は絶対するんだけど、サービスを受け取るときっていうのは申請してくださいっていう制度の。年金とかもそうでしょ。勝手に銀行に振り込まれないでしょ。手続きしないと、書類書かないと。失業保険もそうでしょ。生活保護は別に財産持っていい。財産は持っちゃダメなんだけど、貯金とかはしていいよ。売上はあってもいいんだけど、売上っていうのを報告しないといけない。権利を行使して批判されるとか面白いね。だから日本はだから民度が低いって思いますね。法律を知らない人ほど法律を語るから。プロ配信者って収入があるからプロなの。もしくはトークが神がかってるの。質問、アローさん質問ありがとう。アローさんの質問です。プロ配信者ってトークが神がかってるの？それとも収入があるからプロなの？答えさせていただきます。両方です！役所自体が理解してない場合のが多い。あ、役所も理解してないね、結構。っていうのもケースワーカーって公務員だと思ってる人多いんだけど、あれ民間人だからね。まあ、半分公務員みたいなもんなんだけど。ケースワーカーって民間から雇ってて、資格持ってなくてやってる人が結構多いんだよ。これからがっつり税金引かれるのきつくない？仕事してるとき税金かなりきつかった。まあまあ、それはまあ、働くってそういうことだからね。僕21の時から左手麻痺なんですけど、給取った方がいいですかね。ああ、取った方がいいね。まず、手帳に関し、障害者手帳に関して言うなら、俺は取るべきだと思ってる。ただ、デメリットはないかな。ない。手帳取っても。ただ、国の、その機関には、その手帳を持ってるっていうことがバレるようになってるから、だから、それが嫌だったら取らない方がいいんじゃないの？両方なのか。じゃあ、生活保護中のプロってなんか変な感じじゃない？あ、アローさん、いい質問ですね。鋭い質問ですね。簡単。生活保護を受けてるんだけど、18万今月稼げるようになったんですよ。だから今月からプロ名乗ってるの。で、生活保護抜ける手続きを今してるっていう。今日、手続きをしに、ね、相談しに行ってるから。
だから時系列的に言うと被ってるんですよ。今まさに今被ってる瞬間の。だからまあそこはいいんじゃないっていう感じ。リスナーさん的には。まあ18万収入確定してるわけだからっていう。新しいフォロワーさん紹介します。新しくフォローさしてくれたリスナーさん。リンリンさんフォローありがとう。よろしくね。役所の人からその高そうなソファー売りなさいって言われなくてよかったですね。だってこれ2000円だもん。これ2000円で買ったの。役所の人が来て、お前なんだその高いソファー、バカかよって言われても、いや2000円ですけどって言ったら、あ、そっかって言われて終わりでしょ。うん、来月稼げなかったら終わりですね。俺買い物めっちゃうまいんだよね。ずっとリスナーを騙してたのに偉そうに語るの。はい、さよなら NG でーす。もう見なくて結構です、あなたは。うん。よいしょ。なるほど。じゃあ現在進行形の経緯があるので色々あるのね。そう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 。だから昔から見てる人は結構荒れてないじゃん、今だから。生活保護の枠やってても。別に。いや、別にって感じじゃん。それは、もうそういうのをとっくに通り過ぎて、もう抜けようとしてる段階なんですよ、今。デメリットがないなら取るべきだね。とりあえず、当時は若くてカッコつけて取らなかった。まあ、それでもいいんじゃないの。俺は健常者だっていう、言い張る。それもカッコいいと思うけど。うん。釈迦に説法ですが、保護は停止の申請することをお勧めします。あー、はい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 。いや、僕がそれを拒んでる感じですね。それもね、リスナーさんから教えてもらったんですよ。要は廃止じゃなくて停止っていう処分。がいいんじゃないか。要は来月食えない可能性があるから停止だったらすぐ再開できるからっていうアドバイスもらったんですけど、僕はもう生活保護戻る気ないっていうか戻りたくないんでっていう。いやいや抜けますがっつり、うん、っていうのもこのなんつうんだろう、配信で稼いでる18万以外にも7万円の所得があるんですよ僕。作業所で働いてるんで、まあ、簡単に言うとバイトで7万も稼いでるんで、うん、和道さんって即プロなん、え？即プロなんですね。いや、だって別にバカと話しても何にも面白くないじゃん、うん。時間無駄にしたくないし、見てるリスナーさん質がいいからここは。客は選ぶかな。うん、困ってないし。アンチリスナー相手にするほどリスナーに困ってないっていう感じ。うん、新しいフォロワーさん、ハノちゃんさんフォローありがとう。作業所って言って、その障害者が働く場所があるんですよ。A 型作業所で働いてる。ふわっちの収入申請しないって人って国税局にバレないの？バレるかもしんないけど、俺は個人事業主としてインターネットタレントで登録もしてるし、去年、なんだ、税務署行ってるし、うん。確定申告ちゃんとやってるから、別にって感じ。俺は税金払うのは脱税しようとは思ってないから、うん。むしろ俺みたいに困った時に生活保護を受けられる人を助ける制度だと思ってるから、税金は積極的に払おうと思ってるけど。それがね、この国で生きるってことだし、この国で幸せな人が増えるってことだと思ってるから、税金は払っていきたいですね。うん、幸せな人が増えることはいいことだ。なぜマッチなんですか？お酒が似合いそう。俺、お酒もうやめたんですよ。お酒飲んでないですね。あー、ごめん。身体障害者に関しては俺、詳しくないです。僕は精神障害者については詳しいですけど。いいやつっていうかさ、俺は日本に生まれて本当に幸せだと思ってるし、日本には生活保護があって俺は生きていけると思ったの。本当に、海外だったら死んでたと思ってたから。だからまあ、いい国に生まれていい国民になってるってことは、権利を行使するってことは義務を全うするっていうのはセットなのは当たり前のことだと思ってるから、いいやつとかじゃなくていい国に生まれたんだから、その国のルールに従うのは当然のことって感じかな。俺は脱税するやつとか許せないけどね、うん、非国民だと思ってる。だから別に生活保護はどんどん日本人を助けるための制度なんだから、ガンガン利用すべきだと思ってる。そこは別に今でも変わってないね。うん、その代わり高い税金払おうよっていう、うん、サメちゃんに生活保護を語るか。え、なんで生活保護俺が語るのが普通じゃない？なんか生活保護の制度を知らない人が語るよりも当事者が語った方が良くない？どう？説得力ない？俺は逆にリアリティがあるからいいと思ってんだけど、
はい、鮫島さんに謝っとこう。はい、めんどくさい、 NG です。はい、さよなら。あ、全然いいよ。ツイッターに書いてあるけど、ツイッターフォローしてくれたら、その障害者のことについてもバーって語ってるけど、はい、リンリンバイバイ。アスペルガー症候群とか ADHD とか、躁うつ病とかっすね。これから今3、40代のニートたちがこぞって生活保護になりそうだね。っていうか実際もう増えてるね。体感で言うと2、30代の生活保護すごい多い。区役所行っても溢れ返ってるから、若いやつが。8割方、8割9割方年寄りなんだけど、もう昔はほぼ 99% 年寄りが受けてた。ホームレスとか。だからね、今 10% くらい若いやつ多いなって。今日も若いリュックサック背負ったなんか、派遣切りにあったやつみたいなのいたもん。あ、ED なんだ。躁うつだと障害年金もらえますよ。いや、躁うつは軽めだから俺。うん。病名イコールもらえるじゃなくて、病気の中でその度合いが強いかどうかなの。タコさんありがとう。ハートありがとう。生活保護は住んでる場所と年齢による、あと家族構成によるんだけど、一人暮らしで31歳で新宿に住んでる場合は13万円。うん。新宿に住んでる31歳で、一人暮らしの場合は13万円だと思ってください。で、さらに、障害者年金もらってる場合は、プラス2万円。7万円ぐらいの収入がある場合、働いてる場合は、プラス2万円って感じ。家賃込みだね。家賃込み。売り上げは申請してますか？申請してなかったら詐欺罪で僕は捕まります。はい。もちろんしてます。今日の、配信見てください。市役所の前でこれから申請しますっていう配信やってるから。うん。例えばね、こういうのをもらうんですよ。これが会社の給料だとするでしょ。会社の給料、これちょっと中身見せらんないけど、これ給料明細なんですよ。源泉徴収と給料明細がこれなのね。で、領収書って言ってこういうのをもらいます。これが、国に返還したお金です。簡単に言うと。生活保護って書いてあるでしょ。で、教育福祉だとかなんだかんだって書いてあるでしょ。反抗されてるでしょ。生活保護、福祉課って。これが返還をしたっていう領収書。要は、申告をしてますよっていう証明。医療費はすべて無料ですね。はい。ただ、保険が効く範囲が無料になるだけで、高額医療とか、なんつうの、そういういろんな、なんだろう、高い実費の医療っていうのは受けられないっていう風に考えた方がいいかもね。まあ、領収書、例えば先月。作業所では僕はアニメーション作ってますね。あと、ラインスタンプとか作ったりしてる。イラストレーター、フォトショップ。あと、軽作業もやるね。うん。軽作業もやったり、ホームページ作ったり、ウェブチームですね、僕。うん。まあ、こういう預かり証っていうのとかさ。いくら返還しましたよって。42,400 円とか書いてあるでしょ。うん。で、これとかね。まあこういう風にして生活保護のお金税金を返してるって感じかな。あれ今回預かり証もらったっけ。高度医療を受けさせないんじゃなくて、要は保険が適用範囲内のところをしか受けたらダメって言われたよ、俺は。保険適用範囲内だけって言われた。あれ、預かりしょうがないな。あったあった。今回払ってきたのは 41,368 円、これです。三親等まで行くんで、いとこまで行くのかな？おばさんとかいとこまで連絡行きますね。はい。はい、アルバこんばんは。いらっしゃい。
おい、ゼリーさん花火ありがとう。ゼリーさんありがとうございます。よいしょ。んじゃ、中絶費用とか生活保護法で払われない。あー、わかんないな、それは。うん。それはわかんないわ。ほら、俺女性じゃないから調べたことないわ。申し訳ねえ。まあ、どうなんだろう。育てろって言われんのかな。どうなんだろうね。ちなみに子供産んだ場合は出産費用は生活保護法から出ます。出産費用は出る。あと生まれた後の子供の養育費も出るね。出産費用は出ます。まあ、産めって言われそうだよね。産みなさいって言われそうな気がする。まあ、払われたらおかしいわな。中絶費用多分出ないだろうね。まあ日本はすごい国ですよ。日本はいい国だよ。だからこそ高い税金払ってるんだから。あ、生ポ相談室には前からなってるからな。やっぱ生活保護受けてる人に聞くのが一番いいということで。リスナーさんの中でも本当に困ってるリスナーさん2、3人、2人かな人数で言うと2人で。人数で言うと3人で、世帯数で言うと2組、生活保護、受けるまで、手続きまで手伝ったことあるよ。月何日働いてるんですか ?19 日かな今月は。先月が21、22とか。だいたい22日だね。何を基軸に物事を考えてるかによるとは思う。うん。和道さんの放送初めて見たんですが、しっかりしてるんですね。どうだろうね。普通に話してるだけだけど。おすすめの DVD? 何の DVD? アニメ?何?映画?なんか俺 DVD おすすめしたっけ?日本一賢い生ポ。あ、まあ、ひろゆきにね、テレビでね、頭いいって言われた男だからね。ひろゆきに頭いいって言われたからね。うん。映画、なんだろう、DVD。バタフライエフェクトとか面白いけどね。俺が好きなのはバタフライエフェクトとか。あと、まあ、好きな監督で言ったら、マイケル・ムーア監督が好きだね。和道さんが結婚するときには月何万になればいいって目標はありますか?月何万じゃないと、結婚しないっていうようなバカな女を彼女にしないです、僕は。月いくら稼いでる人がいいっていう、その結婚とか恋愛の判断にお金の話が出てくるような、なんか、貧乏人と、そういう心の貧困、心が貧しい人と俺は付き合わないです。俺、ノンタンと付き合ってて、金の話一回も出たことないの。うん。金の話が一回も出たことない。うん。だからそういうね、金で、まず、その生活費とかを考えてる時点で貧困だし、心が。そういうやつって大体貧乏発想なの。で、ぶっちゃけた話さ、月ね、結構稼いでた時期もあるから、そういう人を選ばない。うん。ノンタン働いてない。ノンタンファイナルニートだから。ひろゆきは西村ひろゆきですね。2チャンネルの創設者。お金持ちでも心が貧乏ってやつか。だって金なんか働きゃなんとかなるんだからさ。うん。でも、働いたらなんとかなるけど、結局貧乏志向な人って治らないんだよ、一生。それって心のストレスずっと抱えることになるから。俺そういう人は選ばないですね。うん。あ、ポポさん風船ありがとう。うん、旅の資金にしますね。31歳です。はい。ファイナルニートですよ。ファイナルニートカップルだから。うん。だってさ、別に今のご時世食うには困らないからさ。はい、ワドツー、ハチハトありがとう。うん。そう。俺は、なんか、金なんかいくらでもどうにでもなると思ってるし、ただの道具にしか過ぎないと思ってるから。道具に振り回されるような人とは付き合いたくない。うん、旅の目的は、そうだね、昔からかっこいいなって思う人になりたいと思ってて、かっこいい生き方がしたいと思ってたの。で、まあ、そんなに尊敬してるわけじゃないんだけど、
車虎次郎ってかっこいいじゃん。車虎次郎。わかる？まあ、車虎次郎とか、スナフキンとか。あと、まあ、一番最初に子供の頃ね、一番最初になりたかったのは映画監督ってみんなに言ってんだけど。おエリちゃんいらっしゃい。ワード2。実はね、映画監督の前になりたかったのがあんの。ちょっと話が繋がってるんだけど、俺、インディ・ジョーンズになりたかったんだよ。実は。これ初めて話すと思うんだけど、俺子供の頃一番最初に本当に物心ついた時になりたいと思ったのインディ・ジョーンズなの。インディ・ジョーンズ。ウエスタンハット、テンガロンハットかぶって、ここに鞭つけて、で、世界を旅する男になりたかったの。スーパーヒーローがインディ・ジョーンズだったのよ。まあ、英語で言うとインディアナ・ジョーンズって言うんだけど。そう。で、初めてお母さんに説明されて、これは映画なんだよって言われて、じゃあ映画監督になりたいんだと思ったの。インディ・ジョーンズは世の中にいないと。これは映画監督っていう人が仕事で作ったっていうのを分かって、それで子供の頃初めて買って思ったが、プレゼントが8ミリカメラだったのよ。いやいや、イメージね。ウルトラマンになりたいとか、ドラゴンボールの悟空になりたいとか、そんな感じで、インディ・ジョーンズになりたかったの、俺は。そう。そう。だから、あ、映画監督って言うんだって思って。うん。そんな感じ。うん。うん。トレジャーハンターなのかな？うん。今の日本を旅してもインディ・ジョーンズになれないんじゃないか。ああ、世界旅しますよ。だから、リスナーさんと話し合ってて、全世界を旅するっていう風に約束してたんだけど、まあ、まずは国内から鳴らそうかっていう話で、全都道府県制覇して、日本国編、旅人編を終わって、ユーラシア大陸編、アメリカ大陸編っていう、編に分けようって話になったの。大陸ごとに。だからまず日本編からスタートって感じ。漫画肉はね、もう100個集まっちゃったから、ぶっちゃけた話、おすすめに載せるために、アイテムくれるんだったら欲しいけど、延長チケットのためにくれるんだったらもう100個集まったからいらない。もし和道のことをアイテムでポイントでこう押してデイリーランキングとかに載せたいって思ったら漫画肉は欲しいけど、アイテムはもうこれ以上手に入らないね。うん。うん。世界、やっぱさ、配信ってさ、いろんな世界が見れるのが面白いと思ってて俺は。リアリティがあっていいじゃん。だからまあ俺のカメラでみんなと一緒に旅したら面白いかなと思って。疑似体験できるじゃん。うん。例えば、地方に住んでて、東京に一回も来たことない、中学生とかが俺の放送見たら、ああ、東京ってこんな街なんだ、とかなるじゃん。うん。そんな感じ。アマゾンのパスワード忘れた？通りでなんか、ポチってないなと思ったんだよ、カー君。遅えな、カー君、と思って。あ、チャタロウ、漫画肉ありがとう。あ、できればね、フォローしてもらいたいっすね。僕が一番嬉しいのは、フォローして、和道の放送を見てくれるのが、俺は一番嬉しい。で、ここで、なんか、友達が増えたり、仲間が増えたり、一緒に和道と旅したいっていう人が増えるのが、俺が一番好き。だから、それが一番の応援になると思ってください。うん。あ、ぜひぜひ、かくんよろしくお願いします。ねえ、オレンジじゃあフォローしてよ。日本編、そう。でも、地域によって随分違うね、確かに。そうだね。まあ、だから日本は全都道府県制覇で、今考えてるのは、今、カー君が、アマゾンの話してると思うんだけど、カー君が提案してくれたのは、日本国旗を買おうと。で、それをこうやって肩にかけて日本旅して、リア凸してくれたらそこにコテハンを書くと。で、ワドを頑張れってメッセージ書くと。で、日本から帰ってきた時、最後、じいちゃんが沖縄なんだけど、じいちゃんの沖縄の旗でそれを振ろうと。日本編終わりだーっつって。で、この家に戻ってきたら、その旗をこうやって、みんなのコメント、とみんなの小手版が書いてある旗、リアルなその旗を掲げて放送をやろうっていう。来年ですね。うん、漫画にかありがとう。うん、フォローして。どうなんだろうね。俺英語喋れないからボディーランゲージじゃない。やっぱり。うん、そうだね。いい感じ、ミミさん。夢叶いそうというか叶ってるかな、だいぶ。生活保護抜けたいとか。配信でプロになりたいっていう夢はふわっちで叶ったから、
俺はこのサイトで頑張ろうと思ってるね。うん。果て真島っていうのがあるの。まあだから、例えばさ、みんなが住んでる地元に来たら教えてよ。ここの地元のスポット熱いよって。地元民しか知らない店だよとか、そういうので車で送ってくれてもいいし。そういうのが楽しいじゃん。ああ、じゃあ俺も旅したかったから隣の県まで送ってやるよっつってさ。こうやってブーンつって。そういうのが楽しいや。リーさんこんばんは。うん。ね。例えば、ノンタンもさ、寂しくて会いたくなったらさ、俺が北海道にいるときに飛行機でノンタンが北海道来ても面白いじゃん。ね、うん、そういうのがやりたいね。日本でも京都とか地域によっては外国人多いからコミュニケーション練習するのも。いや、日本人として行けますね、もう。うん。海外なんか別に向こうにずっといたら英語なんて喋れると思ってるんで。うん、徒歩でしか行けない村とか YouTube で見た。いいね、いいね。そういう、電波があるんならそういうとこ行ってさ。どんどん行こうと思ってるよ。うん、電波ないところは録画して YouTube に上げるから YouTube も登録しといて。やっぱりニコ生とかツイキャスよりもふわっちの方がお金になるんですか？人によるんじゃん。あの、ニコ生でも裏っ引きしてる人いっぱいいるから。要はサイトを通さないで銀行振り込みでね、100万とかもらってる人いっぱい知り合いにいるし。だから、そう、なんつうの、リスナーさん全員に見えない形で裏で支援されてるっていうのかな。うん。だって、金梅さん300万、600万だっけな。金梅さんリスナーさんに600万もらったっつってて、今150万しか残ってないって見せてくれたよ。うん。2ヶ月で600万もらったんだって。でももう全部、毎日、飲み明かして、もう150万しか残ってないって言ってたね。だからみんな裏でもらってんでしょ。バーやってた頃が一番荒れてたね。そうだね。結構やっぱニコ生荒れるよね。うん。金梅さん年収1000万以上あんじゃない？うん。俺は裏引きはない。だって俺ホームページに全部1円単位でいただいたお金全部書いてるから。いや、稼げる仕事は何なんだろうね。あんまり興味がないわ、俺。稼ぎたいわけじゃないから。爆破されて、怪我の幸運、本当にそうだよね。ノンタンはだから俺にとって女神様だから。幸運の女神だから。新しいフォロワーさん紹介します。シャタロさん、一緒に旅しましょう。フォローありがとう。フォローアザース。もしよかったらツイッターもフォローしてください。インスタグラムはフォローバックしてますんで。YouTube もやってるんで、YouTube もチャンネル登録してください。本当に怪我の幸運、ていうかね、ノンタンと付き合ってからずっと運がいいね。ノンタンと付き合ったから、本当に運が良くなってる。うなぎ登りですよ、配信が。ノンタン大好きだよ、俺。うん。ノンタンも俺のこと大好きだし。うん。いいカップルでしょ。あ、っていうかびっくりしたんだけど、今の30歳の童貞率知ってる？今、30歳の童貞が200万人いるんだって。30代の童貞が今200万人いるんだって。やばくない？ 30 代以下かもしんないわ。30代以下。30代以下かな？そう、統計見たんだけど、もう童貞が溢れ返ってんだよ、今。うん。あ、ぜひぜひ、かーくん。ポチった時教えてください。あれだったら自分で買うよ。うん。すごいよね。やばいよね。俺びっくりしたよ。魔法使いがいっぱいいるんだよ。俺童貞は魔法使いだと思ってるから。すげえよな。なんかキモいっていうか、なんか痛いよね。キモいを飛び越して痛いよね。日本って痛いなって思うもん。新しいフォロワーさん紹介します。チッシュさん、フォローありがとう。よろしくね。ありがとう。なんでサムネイルがユイガさんなんだろう。いやー、童貞は魔法使いでしょ。童貞は魔法使いでしょ。あ、友達にもいるんだ。おー。そこまで行ったらむしろ卒業しないで。いや、童貞はパワーあると思ってるよ。うん。俺は童貞肯定派だよ。風俗で済ませる人は童貞に入りますか？どうなんだろうね。わかんないけど。人によるんじゃない？うん。チェリー畑。
日本っていう広大なさくらんぼ畑だったんだ。それ面白いね。さくらんぼめっちゃ実ってるっていうね。俺が買うよ。旅一緒に見たいし、最低でも明後日には完了してる。あ、了解、待ってるよ。じゃあ、かーくん。いいね。さくらんぼ畑いいね。いいね。童貞で社長なんだ。いや、童貞はいいんじゃん。別に否定はしないけど。うん、俺はでも、なんか恋愛、ヒリヒリする恋愛とかを体験してほしいけど。人を好きになるってめんどくさいことも多いけど。恋愛って俺はめんどくささが青春だと思ってるから。うん。そうそう。人と人とが本気で向き合うっていうのはめんどくさいよ。だからこそ美しいんだよ。美しいものって大体めんどくさいことだから。うん、そのめんどくささを愛おしいって感じるかどうかじゃん。恋愛とは成長ですか？俺は青春の定義を言うと、青春っていうのは失ってはならないかけがえのないものを失うことが青春だと思ってる。うん、チーズさんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。そう。だからみんなにも青春があったと思うんだけど、青春がないっていう人は戦ってない人だよね。何かを本気で取り組んでないから失ったものを何も持ってないんだよ。だから青春を得れなかったんだよ。で、みんな想像してもらいたいんだけど、失恋とか部活動とか、その何かを失ってるはずなの。敗北とかを味わったりとか、甲子園に行けなかったとか、好きな人に振られたとか。だけど、戦ったことが青春なんだよ。恋愛せずに5年が経過しました。僕もチェリーです。あ、そうなんだ。うん、まあいいけどね、全然。新しいフォロワーさん、星さん、フォローありがとう。うん。だからまあ、青春、恋愛はね、わかんないけど、青春っていうのは取り返しのつかない熱い時期だよ。何かに没頭する熱い時期。青春イコール一生懸命。そうだね。うん。そう。うん。要は初めて味わう人生での敗北だと思うね。敗北を味わう手前までの期間っていうのかな。必ず破綻するから若さは、うん、そこで初めて大人になる儀式なんだよ。失っちゃいけないものを失う儀式なんだよ。それくらい一生懸命生きるっていう、そんな時もあるよね、うんうん、だから青春がない人っていうのはずっと引きこもってた人とか何とも戦わなかった人だよ。それに、青春には年齢がないから。俺は今青春してるし。うん。そう。だから生活保護っていう後ろ盾を失うんだよ。とんでもなくかけがえのないものを失うんだよ。シムさんいらっしゃい、ワドツ。うん。楽しんでて。まあ、そういう認識かな、俺は。それ抜けたら戻れないんですか？戻れないっていうか戻らないって決めてるかな。なんかやっぱ彼女もできたし、ね、彼女仕事何やってるのってね、友達とか家族に聞かれた時に生活保護って言わせたくないから、うん、だったらプロ配信者だよって言わせたいから、うん、彼氏何やってんの？プロです。あ、彼氏プロなんだって。ただね、一個だけネックなんかね、のんたん友達も一人もいないからね、その質問はされないと思うけど。のんたん友達いないから、うん、のんたん友達いるの？え？ちょっと待って、のんたん友達いる？え？何人いるの？一人。誰？聞こえた？聞こえた？友達一人だけいるって。和道さんだって。かわいそうでしょ。そうそう。心をこじらせてるカップルだから。リスナーさんだよ、もともと。いや、これ本当だから。これ本当だから。かわいいよね。のんたん顔出せよ、全然。のんたん顔出すどころか自殺配信とかするから。俺の YouTube 登録してごらん。のんたんの配信出てくるよ。
警察に連行される動画が上がってるから YouTube に。そうだね、配信は配信で成長というか、配信は俺のライフスタイルだから、配信イコール俺の人生だから、なんかよく説明するんだけど、なんかこう人生が一本の映画だったらっていう例えをよくするの、俺映画好きだから。で、どんな人生もドラマチックなんだよっていうことを言うのよ。みんなは、みんなの人生が映画に例えると、みんなが主役で、で、彼女がヒロインで、で、そこにはサブキャラクター仲間たちがいると。で、監督は誰って。自分でしょって。主演は誰自分でしょって。でも、これは、ね、止まる質問なんだけど、シナリオライターは誰って言うと、親とか、学校の先生とかっていう人が多いのよ、日本人って。本当は人生って映画なんだから、シナリオも自分で書かないとダメだよって言ってんの。誰かのシナリオで生きてるから、みんな生きづらさを感じるんだよっていうことを言ってて。で、人間80歳まで生きたら、どんなにつまらない人生でもドラマチックになるのよ。その告白とか卒業とか、キラキラしたものがあるの。その2時間にギューって短縮すると1本の映画になるの。だから俺はよりドラマチックで、より感動できて、より怒れて、より残酷で、より人間らしい映画を撮りたいから、これは、このカメラ、この配信っていうのは一本の俺の映画なんだって言ってんの。で、こうやって映画の素材を今まさに撮ってるのよ。今まさにムービーのカットされるシーンかもしれないし、使われるシーンかもしれないけど、これはまさに俺らがみんなっていうキャラクターがいて、俺っていうね、人間がいて、ね、映画を撮ってるんだよっていうことを俺はよく言ってる。だからシナリオは俺が書く。仲間たちと書く。監督も俺がやる。カメラマンは、まあ誰かやってほしいけど、今は誰もカメラマンやってくれるスタッフがいないから、これをつけてるだけなのよ。だから俺の専属カメラマンやりたいっていう人がいたらカメラぶん投げたいの。それが俺にとっての配信。これは映画なの、俺の。俺っていう作品なの。そうそう。自分の人生は自分のものだから。のんたんはリスナーさんでオフ会に参加してくれたのよ。で、オフ会に参加して、で、まあ、いろいろあって、なんて言えばいいのかな。カラオケ配信をよくやってたんですよ、僕は。で、俺がお金ないのリスナーだから知ってるわけよ。もともと貧乏で生活保護なの知ってるから、だったら、カラオケ、場所提供するよっていう風に言ってくれて、で、なんつうの、ご自宅の方にお邪魔させていただいて、で、カラオケ使わせてもらってて、で、2回か3回ぐらい、カラオケ、まあ、配信はしなかったんだけど、カラオケ使わせてもらってて、で、パコったって感じだね。すごい、はしょったけど、そう。まあ、2、3回あったらパコったって話だね。アドンさんにとって映画のエンディングは？映画のエンディングはみんなが決めるんだよ。どういうことかっていうと、俺は、この映画は俺が作るんじゃないんだよ。編集するのはみんななんだよ。だって俺死ぬんだから。だから、YouTube にどんどん素材を上げてって、最後にみんなに素材提供するから、みんな編集してねって、みんなが作るんだよ。ファイナルカット権はみんなに与えてるから。だからエンディングはみんな次第だよ。みんながどこをいじるかだよ。そう、そこで俺のマイクをね、俺のマイクを出して、奏でたんだよ。ポテンシャルある人についていきたい、イコールはどう？ポテンシャルっていうかね、俺はね、そばにいる人は才能のある人で固めたいと思ってるの。心が豊かで才能のある人が大好きなの。だから浅井さん好きなの。だからのんたんが好きなの。まっすぐで心が綺麗で才能のある人が好き。だから石野康介とかが好きなの。ロハコさんとかが好きなの。狂った感性を持ってる人が大好きなのよ。だって世の中がぐちゃぐちゃなのに、まっすぐ生きてたらぐちゃぐちゃになるのが普通じゃん。この世の中で普通に生きられるっていう人は俺は気違いだと思ってるんだよ。でしょ？こんなに世の中がぐちゃぐちゃなのに、まともに生きれる人、真面目な人、普通って呼ばれてる人って頭おかしいと思ってるから。ぐちゃぐちゃな世の中に生まれてんだから、ぐちゃぐちゃになってるはずなんだよ、もっと人間って。まっすぐ生きたら。だから俺はぐちゃぐちゃな人が好き。ぐちゃぐちゃな人ほどまっすぐだと思ってるから。
正しい人だと思ってるから、うん、まあ綺麗な言葉で言うと多様性かな、うん、ロハコさんと同棲は厳しくない？何の話？ファイナルチェリーって何？トイレ行ってくるわ。あー肩痛い。あー肩超痛い今日。なんだろう。おっぱい、あおっぱいだ。おー可愛い。ブラじゃ買ったの？新しいブラ？なんでブラ見せる？自慢したかった。なんでブラじゃいきなり見せることだと思った。かわいいね、おっぱい大きく見えるね。いいよ、おっぱい隠しなさい。いいカップ、いいカップじゃないでしょ。なんで嘘つく。ほんとだってば。ほんとにいいカップだ。あ、風船ありがとう。なんかトイレ行こうとしたらおっぱい見せるから。なんだと思ってる。新しいブラジャーつけて、おっぱい自慢された。いいカップって言われた。うん。いいカップだ。知らねえわ。うん、あれタバコ忘れた。いやのんたんガリガリだからあんな胴体がすごい細いのよ。あスタイルは超綺麗だよ。あおっぱいでかくないよ。おっぱいは別に小さくもないけど大きくはない。別にただもうアンダーっていうのこの胴回りが全然ないから。だからねエヴァンゲリオンのオープニングにさアスカとレイのシルエットがこうやって縦に流れるな。シンジ君が真ん中にいて、影で、アスカとレイがこうやって、こう、縦に流れるの知ってる？ああいうスタイルだね。うん、漫画みたいな体してる、本当に。スタイルはめちゃめちゃいいよ。足細いし。なんかとても年上とは見えないぐらいスタイルいいね。新しいフォロワーさん紹介します。大輔さん、マサさん、フォローありがとう。ツイッターもフォローしてください。ありがとうございます。あ、初見さん、ミックいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとう。しかしまあ、うなちゃんマンはなんで、
なんでなんだろうね。あ、花火プレゼントありがとう。うなちゃんマンなんで引退したのかな。ハッチありがとう。なんでだろう、まあすぐ戻ってくるでしょ。配信者に引退はないからな。配信者に引退ってなくない？なんだろうね、減らったのかな。そうだね、今月締め日だ。今月締めだね、もう月末だから。ああ、なんでお前滑舌おかしいの。子供の頃からだね。滑舌悪いの。これでもだいぶ良くなったんだけど、他方面に迷惑かけてるからって言ったらしい。あ、じゃあ誰かに詰められたんだね。多分誰かやからに詰められたんだろうね。みっくんフォローありがとう。引退っていう、まあ、イベントだよね。ああ、こんな時期か。季節の変わり目は大体おかしくなるから。呼吸をぶっ殺してよ。ぶっ殺すってひらがなで書くと面白いね、なんかね。なんか面白いね。あいつぶっ殺したいよね。わかる。俺も気持ちはわかるわ。呼吸をぶっ殺したい気持ちは俺にもわかるわ。多分ね、呼吸はね、マジでぶっ殺したいと思ってるリスナーいっぱいいると思うよ。俺も何度あいつを殺したいと思ったか。この中にもいるでしょ、あいつぶっ殺したいって。呼吸をぶっ殺してえわって思うよね。わかるわ、すげえ。あいつは一回ね、痛い目見ないとわかんないよ。すぐ戻ってくるでしょ、シャンマンは。まあだから長期休み入りますみたいな感じだよね、引退って。大手配信者の引退しますはね、有給休暇取らせてくださいみたいな感じだよ。それ毎日毎日配信してたら頭おかしくなるでしょ。毎日毎日バカみたいに配信してんだから。うん、お前ボロクソ言われてた。呼吸マジムカつく。え、言ってた、俺のことボロクソ言ってた、それ本当？え、確認するよ。え、俺のことボロクソに言ってた？闇将軍。言ってた？それ本当？誰か他に聞いた人いる？マジか。今、LINE するわ、じゃあ。出るかな？確認するよ。もしも、はい、もしもし、ワードです、はい。聞こえます？はい。いや、なんか、今、闇将軍のリスナーさんが来てるんですよ、僕の枠に。はい。はい、で、なんか、すげえなんか、ボロクソ悪口言ってたって言ってるんですけど、本当ですか？いや、してませんよ、なんも僕。え、じゃあなんでこんなに俺の悪口言ってるっていう人がいるの？なんか、ポンプじゃない？ポンプ、え、じゃあリスナーさんが嘘ついてるってこと？ですよ、そんなもん。え、何にも言ってない、俺のこと。言ってない、何も。何にも？僕、実際一途っていう話だけしてるから。え、何？リスナー、リスワン1位もう少しで取れるんですよ。あとちょっとで。あ、今日何？リスワン取るそうなの？あ、あとちょっとなんですよ。あと400ぐらいで。え、ちょっと待って。だからもう、あ、確認してあげる。12までやる。ちょっと待って、はい。あ、俺もリスワン取ったから分かるから確認するけど。うん。え、いや、無理無理。無理無理。400だから。いや、これ、知らないかもしれないけど、闇将軍。これね、リスワンの数って、新規リスナーの数だから、なんつうの、被ってるリスナーいるじゃん。1日に3回とか4回見るリスナー、ブラウザバックで。それ、カウントされないよ？いや、でも、さっきも100プラスなってたから。100プラス？うん。で、これ取る場合、11時半に放送切らないとカウントされないのよ。だから残り1時間45分しかないよ。
ああ、11時半なんですか？ 12 時までじゃなくて、11時半。12時までなんだけど、確かね、カウントこれギリギリにするとダメなのよ。そう、ギリギリに切ると次の日のカウントになっちゃうから、切るタイミング間違わない方がいいのね。だ余裕、まあうん、余裕持って11時半に切った方がいいけど、新規リスナー、要は、今日の新規ね、今日もう放送を見た人は1カウントになるから、新規リスナーをあと360人集めないといけないんだよ。結構きついよ、今からだと。コメント数って書いてますよ、でも人が。コメント数じゃないよ。コメント数じゃない。あの、リスワンはコメント数じゃないの。100取ったのかな、とか。だから、俺今アクティブ161人いるんだけど、うん、それがドカッと流れたら闇将軍のところに、ね、あの、100人ぐらい多分入ると思うよ、新規リスナー。ああ。だけど、お前のこと大嫌いなんだってみんな。まあいいじゃないですか、そんな。みんな嫌いなんだって、まあ、応援したくないんだって。いや、まあ、とりあえずね、さっきの僕何も話題出してませんよ。あ、そうなんだ。じゃあ、リスナーさんが嘘ついてるってことね。そうですね、それ以外ないですから。絶対なの。理由ないじゃないですか。え、何っていうことは俺のリスナーが嘘ついてるって言ってんの、闇将軍。何も話題出してないから、俺。本当に。何俺のリスナーが嘘をついてるって言ってんの。どのリスナーさんですか？俺もよくわかんないけど。いや、でも、3、4人、ちょっと待って、今確認するけど、闇将軍が俺のことディスってた枠、知ってる人手を挙げてください。闇将軍が今日、俺のことディスってた放送知ってるっていう人手を挙げてください。ちょっと待ってね、今何人か数えるから。うん。あ、和道です。かゆかゆさん、和道と申します。ふわっち配信者です。あ、レモンさん、和道です。よろしくお願いします。うん。レモンさん。いや、そっちの放送でレモンさん誰と話してるのって言ってるじゃん。ああ、はい。うん。あ、23時59分に切ればいいんだ。まあ、撮れそうだったら撮れればいいんじゃないの。あ、撮りたいんです。うん。で、大阪行って、ウラちゃんマンのね、うん。関連のことでなんかやってみたいんで。ああ、いや、まあ、人ドカッと来るかもしれないね。うん。ああ。でもまあ、いいじゃん。月末だったら撮りやすいから、1万円もらえるよ。そうですよ。うん。うん、だから、狙い目なんですよ。みんな撮ってるから、和道さんも。うん、頑張りなよ。はい、頑張ります。まあ、無理だと思う。言ってませんからね。無理だと思うけど。え、まあ、いいから、それ。悪く言ってませんからね。悪くじゃ言ってない。わかったわかった。あいよ。じゃあね。はい。はいはい。またね。うん。悪口言ってないってよ。うん。うん。二日前に言ってたの。二日前に言ってたの。うん。あ、そうなんだ、うん。まあまあ、じゃあ、もう本当にこれだっていう決定的なシーンあったら、ツイッターに動画を撮って俺に送って、うん。もう本当に俺の悪口言ったら、マジで潰しにかかるから。もし仮に本当に証拠を取れたら教えて。うん。よろしく。証拠取れたら俺ガン詰めするから。うん。証拠取れたらね。本人が言ってないって言うし、俺もその放送見てないから分かんないからさ。うん、嫌いな人多いね。うん。いや、動画送ってくれて、その部分のね、ディスってる部分だけでいいよ。そんな1時間、2時間の動画送られても困るから。うん。言ってた言ってたらじゃあ証拠送って。うん。うん。うん、証拠がないのに人は詰めらんないから。うん、証拠がないのに人を詰めることはできませんよ。梅屋敷キモい蒲田だから特定する。ちょっとごめん、何のことか分かんねえわ、うん、こんばんはレモンさん、先ほどどうも。あー、バーガープレゼントありがとう。初めましてですよね、レモンさん。多分よろしくお願いします。ワードと申します。結構ふわっちでよく配信してるんで、もしよかったらフォローしてください。面白かったらでいいんで、フォローよろしくお願いします。どうもどうも。うん。また、ぜひ聞いてください。闇将軍も放送してあげるから応援してあげれば。うん。闇もやってるから。うん。ありがとね、バーガープレゼント。今後ともよろしくです。ありがとう、レモンさん。まあ、律儀だね。わざわざ来てくれたね。嬉しいね。うん。リスナーの鏡やで。みっくん風船ありがとう。
月末だから、あれですよ。売上アップご協力。あ、和道さんに悪口言ったら動画送りますね。編集して、1分か2分ぐらいで、悪口言ってんのギュッて詰めて送ってください。その部分だけキャプって送って。その部分だけキャプって。もう証拠があったら詰めるから。証拠があったら詰めるよ。うん、よろしく。でもまあ闇将軍来たばっかりのリスマン狙ってるとか、まあまあね、調子いいじゃん、さすがじゃん、うん、まあ俺月頭取っちゃったかんな、リスマンもう13日に取っちゃったから、詰めてやってくれれば嬉しい。いや本当に証拠出てきたら詰めるでしょ、それ何お前悪口言ってんのっていう、それ証拠出たら詰めますよ、ガン詰めしますよ、うん、あ月末のリスワンは取りやすいからな、羨ましいよな、うん、月末は本当取りやすいんだよ、大手がみんな軒並み取っちゃうから、いいよな、まあ闇将軍取れるんじゃない今日か明日、風船10個ありがとう、ツイッターフォローしてくれた人もありがとね、うん、サムネがコキよ、うんうん、お、ツイッターフォローありがとう、あ、フォローありがとう、ツイッターありがとうございます、ツイッターももうすぐ500人いくね、なんだかんだなんだかんだ増えてますね、あざーす、ふわっちもフォロワー増えてるし嬉しい限りですよ、あと多分ね今年中にホームページまたリニューアルするんで、漫画肉ありがとう、レミさん、ルミさんか、ルミさん漫画肉ありがとう、またホームページをリニューアルするんで、もしなんかこういうコンテンツ作ってって言ってもらえたら作りますよ、あの SNS も今作れるんですよ、 Twitter とか Facebook みたいな SNS も作れるから、和道製の会員クラブ作ろうかなと思ってる、花火ありがとうございます、ゲンナさん花火ありがとう、ありがとうございます、花火1回につきスクワット5回やります、バーガープレゼントありがとう、漫画肉ありがとう、じゃああと10分ぐらいで僕は放送終わりにします、あ、漫画肉ありがとう、あ、梅子もんじゃいらっしゃい。いらっしゃい。楽しんでて。風船10個ありがとう。バーガープレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。いいね。漫画肉ありがとう。ハートプレゼントありがとう。でも、うなちゃんマン引退寂しいな。梅屋敷さんハートありがとう。漫画肉ありがとう。うなちゃんマンいなくなったら見るのかな。また一人減っちゃったな。まあ一週間ぐらいで戻ってくるとは思うけど、ツイッターフォローありがとうございます、お、コロリンさんいらっしゃい、生活保護ね、今日ね収入申告って言って働いた分のお金を返還してきたんですけど、そこで生活保護来年抜けたいんですけどどうすればいいですかっていう相談をしてきた、だからまあそれも兼ねてあの生活保護を語ってましたね、うん、はい、こんばんは、うさぎ先輩風船ありがとう、あざーす、シャンマン本当なの？うん、引退したらしいよ。うん。はい、ハッチ花火ありがとうございます。本日5個目花火ありがとう。違うわ、本日、8個目か。8個目。うん。ありがとうございます。よいしょ。あざーす。っていうか、スクワットね、5回じゃ効かなくなってきたよね。スクワットね、効き始めるね、やっぱ100単位になってきた。太ももがバッチバチだから今。今までさ、引退詐欺、何回やってきたよ。うなちゃんも引退なんか何回もやってるよ。うん。すいません。すいません。できませんって言って。もう限界ですって言って。何回も引退してるよね、ちゃんまんね。13万くらいもらえるのか？あ、そうですね。僕の年齢で東京23区だったら13万くらい毎月もらえますよ。生活保護は。
結構してるしてる。うん。まあ一週間で戻ってくるだろうなっていうのが俺の読み。うん。みんな結構それくらいで考えてると思うけど。うん。あられちゃんこんばんは。彼女いますよ僕。生活保護でも可愛い彼女できますよ。生活保護だから彼女ができないっていうのは嘘ですよ。男として魅力がないから彼女できないんですよ。あ、また新しいフォロワーさんが来た。ツイッターフォローありがとうございます。あ、YouTube も登録入ったかな？あ、YouTube 登録ありがとう。YouTube の動画見てください、ぜひ。ありがとうございます。チャンネル登録ありがとう。うん、コロリンさん頑張るね。うん。配信のプロになったんで、配信で稼げるように頑張ります。ありがとう、応援してくれて、コロリン。やっぱね、配信で稼げる人が増えてったら、面白い配信者増えると思ってるからさ。新しいフォロワーさん紹介します。また、新しいフォロワーさん。レモンさん、フォローありがとう。ありがとうございます。うん、レモンさんありがとうね。バカプレゼントありがとう。うん、また来て、また来て。映画見に行きたいな。今度飲んだんで映画見よう。鳥かご？鳥かごはね、あそこ。見えるかな？あー、ちょっと暗くてわかんないかもしんないけど、あそこに置いてありますね。あそこ。鳥かごあれです。あれが釈迦の家。あ、文鳥買ったならね、これ買った方がいいよ。今検索してあげる。ゼリーさん、文鳥が喜ぶので絶対これ文鳥買う人は必要だっていうものをピックアップしてあげるよ。ちょっと待って。ゼリーさん、吊るし型じゃないけど吊るしてたね。取っ手がついてるからそこに紐通して吊るしてた時期もあるね。なるべくね、高いところに置いてあげると、上からだと見やすいから、やっぱ、見えるところに置いてあげた方がいいよ。うん、見えない、下の方に置いちゃうと、なんか物があったら見えなくなるじゃん。ちょっと待って、セブンさんね、絶対買った方がいいもの、今ピックアップするから待って。これはね、早いうちに買った方がいいっていうのあるから。あ、まさこさんこんばんは、楽しんでってください。ちょっと待って。文鳥。ちょっと待ってよ。これ買ってあげてください。これ絶対いいから。これはマジで文鳥飼ってる人はこれ絶対おすすめ。今 URL 貼ったから見てみて。URL 貼ったから。これ絶対買ってあげて。これがあるとめちゃめちゃいいから、文鳥は。うん。これおすすめです。うん。文鳥飼うの全然楽。ただ、匂いもない、ご飯も臭くない、匂いがまずないの。あと、うるさくない。あと、懐く。で、月のご飯代が500円。うん。もうマジで完璧なペットだと思ってるけど、ただ一点だけ、外に30分間毎日お散歩させないといけないんだけど、その時うんこを10分に1回するの。鳥って体を軽くするためにずっとうんこするんだよ。ページ飛べない。ページ飛べない。じゃあ、これで検索して。これで検索して。ごめんね。多分ページ切れちゃうんだ。これで検索してください。URL、これで検索して。これ。十始末爆食させてた、うん、3個小鳥の快適バスタイム、これが一番いいから、これもう間違いないから。これ俺も使ってるんだけど、これやるとお風呂も入るし、これ水飲み場にもできるから、これ買ってあげて。お風呂楽になるから、
ただお風呂お椀とかで動画とか撮りたい場合はこれやっちゃダメ、うん、毎日のお風呂時間ってびっちゃびちゃになるの、床とか本とかが。だけどそれを動画に撮る場合は お茶碗とかでやんないといけないんだけど、これ買ってあげるとこれの中でお風呂入るようになるから水が飛ばなくなるの、鳥かごから。で毎日ストレスなくやるからこれいいよ、うん、子供の頃からこれつけとけば勝手に入るようになるから、 2,3 日すると慣れたら、うん、お風呂入るよ毎日お風呂。あの普通文鳥は1日1回しかお風呂入らないんだけど、あのうちの釈迦は綺麗好きだから1日5回くらい見る。うん、お疲れ、古代さん、パフェありがとう。うん、気使ってくれてありがとね。いってら。うん。散歩っていうか包丁って書くんだけど、1日30分から1時間、そう、カゴから出す時間。要はお散歩みたいな感じで飛び回る時間を作るの。ただ、子供の時はもう手のひらで育てた方がいい。ベタベタに手のひらに眠ったりするぐらい懐くから、子供の時は。もう手のひらで懐かせる。餌をここであげたりとか、手のひらから離れさせないようにすると、もう飛んでくるようになるから。そう。だから手のひらで餌あげて、まずここでご飯を食べるっていう癖をつけるの。そしたらご飯なくても懐くようになるのよ。で、まずそっから、その手のひらが怖くないっていうの。あと噛まれても絶対反抗しない。そーっとなんか気を紛らわせてあげる。もうバッて離したりすると喧嘩になるからダメ。あと指を本人に向けるのは敵対行為。指がくちばしだと思ってるから指を真正面に向けない。優しく撫でてあげる。餌食わない？いや、あの餌食うよ、手のひらで。ていうかそれしかない。もしくは真っ暗にすると鳥って寝る習性があるんだけど、真っ暗にすると眠くなるから手のひらで寝させるっていう。もう手のひらにとにかく鳴らさないと乗っからなくなる。もうそれは子供のうちからの訓練だから。嫌がったら無理にやるとダメだけど、手のひらにとにかく居つくっていう習慣を作るのが大事かな。あとはもう優しく呼びかけてあげる。名前を呼んであげないと、シャカ？こういう風に答えない。シャカ？今ピッピ言ってるでしょ。シャカ？うん。こういう風にコミュニケーションを取らないとダメ。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。